それではカイロプラクターがアジャストメントをするために必要な体づくり、そのためのトレーニングメニューを説明します。まず軸がぶれないためのしっかりとした下半身、そしてバランスを取るための脊柱起立筋、そして腕のスピードですね、トラストの際のスピードを出すための筋力、そういったものを作るためのトレーニングです。L の2番の PLS、 これを R の動きでやりますと、この場合は彼の場合ですね、ほとんど体の動きだけでそこにはテンションというかソラストの力を集めて、本当に指で本当にツコンと押してやるような感じですね。